お願い。はーい。心つながるポジティブテレビ。アムロ君。この番組は MC 宇戸鈴木が本気で挑む地域情報バラエティ。街と日本と世界の心を一つに、ほんわか笑顔をお届けします。宇戸様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りします。あと、まあ、中学ですね。僕高校は私服の学校だったんですよ。どうしました、私服の学校って毎日毎日大変さん毎日大変ですよ。どうしますもうデビューですよ、デビュー。それ大変ですね。あれ1週間、例えば3日目同じもの、月曜日に着たものを水曜日に着てもいいんですか。その、難しいですね、それ。毎回変えて、みたいな感じですね。うん、驚愕だったんですよ。だから女の子も一緒に。なおさらですね、じゃあ。ね、おしゃれを。で、当時、まあ、10クラスもあって。すごいですよね。それだけ女の子も多いわけですね。多いそうです。羨ましい。だから一生懸命考えてね、やってましたよ。まあ、そういうのがまあの後々今のね仕事につながってきたと思いますけど、本当にね服バカだからそれしか考えてなかったです。それしか考えてでもそれはいわゆるモテるためでもありますし、あの楽しいですよね。楽しかったですね。だからまあ その当時は雑誌もあのいろんなスタイルをこう深く掘り下げてやってた時代があって、特にメンズ誌っていうのはあんまり数がなかったですから。あ、そうなんですか。まあ、当時そうですね、メンズクラブとか、まあ、そういうのを読んで、おしゃれになるっていう服を買うのもお金かかるじゃないですか。かかります。アルバイトばっかりしてました。アバイトしてアルバイトしてましたね。どんなアバイトを。いろんなのしました。なんか、まあ、最終的にはブティックとかでも働きましたけど。あ、服屋さんってことですか。そうですね、最初はレストランとか。あ、新聞配達しましたよ。新聞配達、うん、あとまあ喫茶店とか。じゃあ朝から仕事をして、はい、しましたね。ファッションのために、はい、どっちかというと夕刊を。あ、夕刊担当で。ぜひ今日ランチオンテンパルさんのコートを持ってきたんですけど、シャツとあのこれをつけねさんの前で着させていただいて、ちょっとコーディネートのワンポイントアドバイスいただけたらと思いまして。はい、よろしいでしょうか。もちろん。ありがとうございます。やったよ、おじい。すいません。実はあのこちらがおじいにいただいたシャツなんですけど、ね、ありがとうございます。はい、かわいいですね。はい、でこれをこうやって半袖なんですけど、こう、ね、このロンティー着てもいいでしょうか。あ、全然いいんじゃないですか。あ、まあ、開けててもいいかもしれないですね。あ、そうですか。うん、ちゃんとロゴが見えて開けたままでいいんじゃないですか。あ、そうですか、うん、ありがとうございます。これ可愛いですよね。あ、そうですね、この柄、うん、はい、すごいです、不思議な。そうなんですよね。何かこうおめでたい感じもしますし、 何ですかね、うん、気持ちがパッとこう明るくなって。そうですね、交渉しますよね。僕もこの柄好きで、あのカバンの内側がこれのタイプを持ってます。ボタンも結構こう、あ、本当だ、細工がすごく可愛いですね。本当ですね。そうなんですよ。これあの文江田中さんっていうデザイナーの方、はい、ブランドがあるんですけど、はい、そちらと一緒に作った服なんです。ありがとうございます。はい、月原さん、はい、こちらの実はコートがあるんですが、これはかっこいいっすね。これあのすげえ。ね、あの、これあの名作と呼んでるんですけど、はい、ヤンチョンテーバールの一番最初に作った服です。これから始まりました。ここから始まった。すごいですね、この全ての世の中の色がここにあるような。そうです、これはもう慎吾さんの力作というか、まあ、あの常に力作なんですけども、これは割と時間をかけて、あのそもそもあった絵を、はい、それにまたこう描き足すっていうんですかね、はっていうようなものでこれが出来上がったみたいです。あ、もう
慎吾君が描いた、そもそも描いた絵に浸してこの柄が、はいはい、このデザインが生まれた、はい、これが、うん、実はそのお店でヤンチヨンデバールができた時に、うん、できた日でしょ、当日の時に来てくれましたよね、上さん、はい、うん、あの時ですよね、覚えてます、覚えてます、もちろん、僕もあの、はい、天野さんと宇田さん来てくれてて、あと山本浩二さんも来てくれてて、そうなんですよ、まあでもみんなあの接客、ずっと接客してたからなかなかお話できなくて、覚えてます、覚えてます、ちょっと来てみて、いや違いますし、菅田さん、菅田さん乗ってきて、菅田さんがそれやっちゃったらもう、もうなんで、あ、かっこいいっすね、かっこいいっすね、あの三洋コートさんと一緒にやったものなんですけど、はい、三洋さんってこういうバルマカンコートって言うんですね、これバルマカンコート、うん、バルマカンコート、まあ、要は袖がこういう風にラグラン袖でっていうような、はい、まあ、ステンカラーとも言うんですけど、でそのこれを三洋コートっていうのはもう土台というか、これで、まあ、今に至ってきたというか、それが三洋の DNA というか、そういうのもないですよね、あ、いいですよあの時の言っときますか、いいっすね、うん、あ、決まってますね、うん、すごい似合います、お似合いですすいません、俺やるとネズッチですみたいな、ネズッチさんとかね、斉藤さんだぞみたいな感じで、あ、でも助谷さん、あのちょっとお聞きしたいんですけど、はい、このロールアップは、はい、こう初めこうなってたんですけど、うん、このロールアップって一体何でしょうかこれは自分はロールアップは、この自分はこのロールアップの高さって何かこうあるんですか、人によってとか。いや、まあそうですね、このレングスって、はい、そもそもあの大体決まってるんです、うん、いろいろね、はい、生地のこう、はい、生地そのものの裁断とのバランスもあるんで、はい、それと、まあ、これに関して言えば、はい、やっぱり慎吾さんの絵をなんか見せたいよねっていう、この、うん、はい、それをじゃあどうしようということで、まあ、長めにじゃあ撮ってみようよって、はい、っていうんで、こう割と長いロールアップになってっていうことだったですね、確か。ただまあこう折り返しもいろいろあって、こう、まあ、例えばこれもすごくいいんですけど、まあ一回こうやってもうちょっとしちゃえば、まあ、またちょっと微妙に違ってきますよね。なるほど、確かに。お、また印象変わりますね。変わりますね、印象。全然変わる、印象が。印象が。なるほど。まあちょっとしたことでいろいろ変わってきますよね。はあ、うん、そうなんですよ。はあ、こういうパターンもあるんですね。うん、いいですね。本当ですか。いやいやいや、ワットディロン。いや嬉しい。あの、もう一ついいですか。欲望で実は、あの、あら、あらららら。すみません。はい、ああ、はい、これは、はい、大判の割とストールですかね。はい、ああ。手品のように、はい、手品のように出てる長いですね、はい、あの枕を巻くときあるんですけど、スカーフの場合は俺もね、どうしたらいいんだろう難しいです。でもなんかサクッとこう首とかいっちゃえばどうなるんですかね。かなり派手になっちゃうのかな、まあ、ちょっとシャツが見えなければ、うん、まあ、おお、
ンポイントっていう感じですポイント実は、あ、すみません、ありがとうございます、すみません、はい、あ、ありがとうございますすごい、手品のようにまた出てくるいや、実はこうあ、マスクあ、マスクマスクそれ合うんじゃないですかこの、はい、あそれ、合いますよありがとうございます杉谷さんにすみません、手が甘えさせていただきましてアドバイスいただきましてありがとうございました もうないですかあ、すみませんあれまだほら出てきたマジで出てきますねそれん時はこれ巻いた方がいいんじゃないあ、なるほど色味のスタートいやいや、ありがとうございますありがとうございますすいません、本当にやばくありがたいですこれは夢の人といやいや、面白いですいや本当にすいませんアドバイスいただきましてありがとうございます憧れの助田さんにすいませんいろいろお世話になりっぱなしで申し訳ありませんあのこちら番組からすいません私の家の弟が作っている米なんですけどぜひこちらをあの、すいませんお食べいただきたいと思いますお米大好きあ嬉しいですいや素晴らしいですねお米おにぎり屋さんもあるんですよねうわすごいですねよくご存知、はい、いや弟がやっております すいませんありがとうございますでちょっとあのお返しで T シャツを持ってきましたT シャツはい白い T シャツを持ってきましたいいですかはい着てくださいお願いしますいやすいません白いお米に白い T シャツどうもありがとうございますすいませんランバンコレクションメンズの T シャツですさっき言ったこれの T シャツですはいぜひランバンコレクションメンズの T シャツ開けさせていただいてよろしいですかぜひぜひはいうわありがとうございますありがとうございますうわ肌触り、肌触りこだわってます。はあ、すごい幸せってあるんですね。触った時に、うん、触った時に思いました。それいいですね。幸せってあるんですね。うわあ、世界の中でこの白ありましたか？すごい白の輝き、うわ、そして持って触って気持ちいい、あ。こちらにアンファンテリブルっていうテーマになってます2020アンファンテリブルフランス語ですねあの恐るべき子供たちっていうお、はい、恐るべき子供たちまあそれがこういう絵になりましたおなるほど、はい、恐るべき子供たち、はい、立派になりましたね立派になりましたそういうことじゃないと思うんですけど助田さんこの4名の方は、はい、もしかして、はい、同じ何かこうグループであったりとかいやバラバラです何かそういった何かこう絆も感じさせてくれるようなそうなんですけどね、4人の方ですね、はい、バンド始めてくれるといいですけどねでこれをきっかけにかっこいい4名の方ありがとうございますいただきますナイスうわそれではじゃあ宇土様、はい、最後のテーマをよろしくお願いしますはいこの番組では本当にこうポジティブになれる秘訣とか前向きになるにはどうしたらいいのかなっていうことをいつもお聞きしてるんですけども、うん、助田さん前向きになるっていう助田さんの思われる何かご秘訣とかございますかそうですね、まあ、とにかく何でも前向きがいい前向きに考えた方がいいっていうのはずっと思ってますねあそうですか、嫌なことあっても、はい、いやなんかこれ多分この後いいことあるんじゃないとかねお嫌なことがもしあっても、まあ、そうですね、うん、なんかそういう状況をじゃあなんか
だから鍛えられてるのかなとかね。うん、あ今そうですね、この、うん、困難だったり、ね、なんか悩むことは、うん、そんな風に考えた方が、あの何でもうまくいくなっていうか進むなっていう。まあ洋服も間違って買うことだっていっぱいあるし、はい、まあ、これはすごい急に日常的ですけどね、勘違いして買った、ま、あのお店のスタッフに勧められてのノリで買っちゃって騙されたなみたいな思うよりは、はい、あ、新しいかもいや逆にそういう思った方がいいし、なんかそういうことはありますね。それがまたこう自分が意図してなかったものだったり、まあ、服もそういうものを買ってもまた新しいチャレンジだったり、自分が、あ、ね、今まで着てないだけかなと思うようなことも。そうですね、まあ、チャレンジとか冒険というとちょっとなんか壁があるみたいでね、難しい、ね、そういうふうに思わないで、まあどうにでもなるなっていういいですね、何でも着れるなとか、あ、何でも着れるな、そういうふうに考えたら楽しいんじゃないですか。まあそれがあのね、さっきも言いましたけど、やっぱり今日前にいる人にを楽しんでもらえるといいなとか、そういうのがなんかどっかでやっぱあるから、それが一番いいですよね。だから何着たっていいかなって思いますし今日前に人を楽しませようって言って、何着たっていいのかなって、あのファッションの本当の神様の助田原さんが言うと、だからそれだ、そういう何かこれでなきゃならないみたいなものはなくて、そういうふうに思わないでってことですか。そうですね、こう、まあ、なんかもちろんそのスタイルとして追求されて、まあ、されるってことは大事ですけど、はい、なんかね、一つの中でこうそれも一つあるんだと思いますけど、うん、なんかやっぱり専門的になったりとか、はい、まあ、論理思考っていうか、そういう方向に行っちゃうと、うん、面白くなくなりますよね。まあ、なんかいろんなことを雑誌作っててもそう思いましたし、はい、今洋服作らせてもらってそう感じるんですけど、はい、やっぱりどこにでもあるなって思うんですよ、何かが。やっぱりいいものは、うん、確かに今日助田さんのお話を聞いていくと、助田さんは本当にあっと驚く、もういろんな体験を自らいろいろ挑戦してされて、それが挑戦というか、助田さん的には多分それは楽しく生きるため、ファッションの時に服を買うためだったり、いろんなことがあるんですけど、不思議な、ねえ、あと方、ね、てんこ盛りですね本当に、いや面白いです、ありがとうございます。いや、ありがとうございます。いや、宇土さんと話せてよかったです、本当に。トークもですよ、助田さん、ありがとうございます。前向きになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、助田さんに甘えさせていただいて、もう面白くて嬉しくて、すみません、お腹空いてきましたね。なんか食べたいですね。ね、福田さんと思いましてですね、はい、本日ちょっと美味しいお食事用意させていただきました。ほ、その名もですね、ですね、宇土様、助真様専用のデリバリーサービスとなってますので、お、近藤くん、カモン。どうも、宇土イーツと申します。来ましたね。これ助真さんのあの著書と一緒に、そうですね、はい、登場させていただきます。助真さんの本、そうですね、はい、衣装部屋ようこそという、はい、こちらもぜひ、まあ、宇土様にと、うん、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。衣装部屋ようこそ、これはどういった本なんですか。これはですね、6年ほど前に出させていただいた集英社から出ている本でして、2冊で365日のコーディネートを、紹介しています。半年ずつになってますね。そうなんですか、はい、半年、ちょうど、じゃあ半年ずつで2クール、2クールで、じゃあこれで1年間コーディネートバッチリですね。はい、まあ、例えばこう2月とか、うわー、いいですね、その季節に、1月とか、あ、まあ、こういうのをやって、まあ、月ごとにこうエッセイを書かせてもらって、またちょっとこう出たり、たまに、いや、助田さんしっかり載ってますんでね。でもこの2冊を読んでいただければ、もう完全なるコーディネートが、はい、もう1年間を通したのが
できるバイブルとなってますので素晴らしい、はい、まさにスケルさんの衣装部屋へまさに行けるっていうことなんですね。そういうことです。そういうことになっております。ようこそ。ようこそ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はいとですね、はい、こちらがあのウードーイーツといいまして、はい、東急沿線エリア内の飲食店を応援するべく立ち上がった企画なんですね。こちらが、はい、これとなっておりますのでね、じゃあこちら開けさせていただきたいと思います。お願いします、はい、どうぞ。おー、ウド様、宮崎台にある北京です。どうも。はい、こちら東急田園都市線宮崎台駅から歩いて3分、担々麺餃子工房北京です。店主の小池さんのお父さんが始めた50年続く地元の名店となっております。へー、すごい。お店の一押しメニューは名前にもある通り担々麺と餃子ですね。お客さんの半分以上がこの2品をセットで頼むそうです。あ、そうなんだ。はい、こちらですね、ごまを使用しない醤油ベースのスープにひき肉、ザーサイがたっぷり入った北京オリジナルの担々麺、とろみをつけたスープは最後まで熱々で食べられます。辛さも4段階から選べるそうです。旬のキャベツをたっぷり使った餃子ですね、こちら、うん、シャキシャキの食感が自慢の一品で、自家製の皮で餡を丁寧に包んで焼き上げております。うーん、で今回はですね、こちらの餃子をピックアップしております。うわー、楽しみ。美味しそう。美味しそうですね。うん、ウド様、はい、スケザネトモキ様、自慢の餃子を食べてください。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。いただきます。どうぞ。いただきます。これはラー油は後でまず試すと。ガブッと。うん、いいですね。うん、餃子だ。ありがとうございます。餃子でしたね。美味しい。なんか今ご主人の顔がバーッ出てきた今。そうですか、うん、あの角刈りの担々麺スクエアみたいな、ね、うん、ご主人の T シャツと T シャツ、まさにこのちょっとね、髪型にすごく几帳面さが出てますよね。そうですよね。 こちらも几帳面な具が。本当だ。なるほど。そうやってこう全体にやはりこう見られるんですね。ご主人の髪型もこの T シャツのことも全部、さすがファッションエディター。無理やり目の付けどころが無理やりくっつけましたよ。美味しいです。よかった。もうご飯欲しいです。本当ですよね。ご飯、白いご飯欲しいです。嬉しい。ご飯のこと見てくれて、米農家ですから嬉しいですよ。思わず弾きたくなるな、僕。はあ、ピアノだと思っちゃう。ドレミファソ、ドレミファソラーサ。いや、餃子の和音いただきます。はい、やっぱりもっちりしてるのが分かるな。うん、パッとこう引き離してごめんね。うん、うん、ね、そういった慈しみも教えてくれる。ああね、いただきます。お皿の、ね、ロゴもいいですよね、北京。うん、北京さんの餃子、うまい、うまさ、完北京。いただきました。いただきました。ありがとうございます。本当にうまい。美味しいですね。キャベツたっぷりということなんですけど、これたっぷり入ってます。入ってます、ね、うん、肉汁とかもすごいですか。すごいね。北京さんへようこそって言うの本当に ね、衣装部へようこそ、さっきね、いただきましたけど、なんかそういう気持ち。だからこうやってテイクアウトしていただいた餃子を今食べて、見事にこれだから、ご飯もお酒も飲みたくなる。いいですね。担々麺もいただきたくなる。そうですね、担々麺もありますね。やっぱ担々麺がね、映像良かったですよね。それ先ほども言ってらっしゃいましたもんね。行きたいですよね。はい、ということで
お二人今日ありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたでしょうか。いろいろありましたが。いや最高。もう俺スケダネチルドレンだなって。なんかちょっと先ほど小耳に挟んだのですが、スケザネさんがですね、昔に東急沿線に住まわれてたんですか。はい、そうですね。利用してたって感じですか。はい、まさにさっきの話で、まあ、ポパイでお世話になる、はい、上京した86年から90年まで、最初の1年自由が丘だったんです。まあ、自由が丘に行ったのはその同級生が、高校の同級生がまあ大学に来てて自由が丘に住んでたんですね。でそこに居候させてもらったのが最初 でその後、まあ、自由が丘に自分で借りて住んで、はい、まあ、ルームシェアで3人で住んでたんですけど、でその後、2年目から4年間学芸大学で、学芸大学、まあ、なんか理由としては東急沿線がすごくやっぱりいいなっていう印象があって、うーん、で東急豊子線がすごく、はい、まあ、なんですか、清潔っていうか、わかります、わかります、すごいそれがあったんですよね。でこれはいいなと思って、まあ住むのはやっぱそこがラインがいいなと思って、いいからと、やっぱこう渋谷までもっていうのも、はい、やっぱアクセスもね、まあ、とにかく、まあ、そう仕事上渋谷起点であったんで、まさに渋カジの時代なんで、お渋カジでしたから、毎日渋カジ探ししてましたから。あ、そうなんですか。すごい。じゃあもう完全に助真さんももう東急ファミリーということで大丈夫ですか。もうぜひ。まさに。ありがとうございます。いや今日は本当にね、僕たちも勉強になりましたのでありがとうございました。本当にありがとうございました。ありがとうございます。宇藤様、じゃあ最後、はい、ちょっとじゃあ締めちゃってください。ありがとうございます。お願いします。東急沿線、そう、助真さんが住んでおられました。そして今も東急沿線を愛しております。東急ファッションライン、助真さんがおすすめします。はい、ありがとうございます。本日のスペシャルゲストは助真智紀様でした。ありがとうございました。助真さん、ありがとうございました。お世話になりました。正解は嬉しく次に生かせるが、失敗はもっと次に生かせる。正解は嬉しく次に生かせるが、失敗はもっと次に生かせる。宇土様お願いはショッピング専門チャンネル QVC とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。ショッピング専門チャンネル QVC で人気の商品を視聴者の中からプレゼント、こちらの宛先にご応募ください。当選は発送をもって発表とさせていただきます。お待ちしています。